今日も全力ぶっちぎり、リオとマキピロ君でございます。えい今回、ネタクのメダル集会ということで、はい、まあね、いろんなね、パーティー編成ちょっと試してみたので、うん、その中でもね、ちょっとこれいいよっていうね、パーティー編成ありますので、まあ、そちらの方とかね、今回お話しさせていただこうかなと思っております。はい、お願いします。ほどほどほどってね、あの常設のやつが、あ、こういうやつか。あ、ちょっと俺みたいなやつがね、バカ野郎俺映画デビューしてないわアニメ化入れてくださいまああのほどの方が、まあ、トゥーフォーフル、うん、一色でございます。私まだやってないの。そんな感じなのね、はい、あちらの方はね、うん、ほんまにトゥーフォーのみいろいろあの探してみましたが、うん、ダメでした。悲しいね。トゥーフォーしか使えない悲しい。てかトゥーフォーが圧倒的に早すぎる。あ、そうなんや、うん、ということで、このネザクに関しては、うん、まあ、いろんな編成で試してみたので、そちらもね、うん、話をしていきたいなってことなんですが、はい、まずやったのが、まあ、もちろんね、トゥーフォール、うん、で、これがね、長方形がついてる状態、うん、で、周回、エクスカリバー、進化、進化、うん、で、エクスカリバー、神化、うん、あと、卑弥呼、これはレベル120ね、うんうん、で、おのの小町、うんうん、あと、マナ、うん、善逸4体っていうのも、まあ、バンテ抜いて他ちょっとそこそこ強いキャラだったら、うん、ちょっと、まあ、メダル的には変わんないからやってみようかなってことで、うんうんうん、やってみたんですね、はい、で、結果なんですけど、うん、ね、タイムの方が、うん、これ1回ぐらいしかやってないんだけど、うん、まあ、大体ね、平均タイム、うん、ぐらいじゃないかなっていうのが、うん、まず、トゥフォールが、はい、2分50秒ぐらい、うんうん、で、エクスカリバーの進化が3分1秒、うん、まあまあまあそんな大差はないんだ、うん、で、エクスカリバー神化が2分41秒、うん、これはね、多分ね、配置にね、うん、ちょっと救われた感ある。あ、うん、だからエクスカリバー神化に至ってはちょ全然安定せん、うんうん、それ困るね。そう、エクスカリバー神化効果一回早かったけど、うん、この後は安定せんかなっていう、うん、まあ、これ全部艦隊ね、艦隊、うんうんうん、で、卑弥呼、うん、びっくり、うん、4分39秒、めっちゃかかっとるやん。そうそうそう、キラー乗ってる友情なんだけど全然火力出ない、うん、ほら、うん、で、あとね、おのの小町、測定やめました。なんで？うんとね、時間かかりすぎて嫌になった話にならなかった残念やけど、はい、あら、で、マナ、うん、これがね、パンって入れてマナ3体ね、うんうん、4分30秒、うんうん、全員強、うん、リタイアしました。あれ全然無理やった。あ、そうなん、全然削れんし、うん、まあね、ちょっとステージの方の、うん、説明なんですけど、まあ、ギミックはね、ブロックのみということで、うん、あとね、このポイントちょっと絶対覚えてほしいのが、うん、ね、ゾンビの右上の数字が防御アップ、うんうん、だから防御アップされると全然削れへんから、うん、ちょっとね、この右上の数字だけちょっとね、よく見といた方がいいと思います、うん、はい、あとね、このゾンビがクロスドクロの効果で、うん、雑魚ね、全蘇生ということで、うん、まあ、この2点ぐらいかな、うん、で、さっき言ったあのゾンビの右上の数字が、防御アップって言ったんやけど、うん、分からんけど、うん、まあ、多分間違いないとは思うんやけど、うん、ボス2戦目の上におるゾンビ、あいつは必ず一旦、うん、うん、確か、うんうん、やってる限り今んとこおそらく気づいてから常に注意して見てるけど 100% そうやから、まず間違いないと思う。うん、言うてもむちゃくちゃ回ってないからね、うん、あれやけど、うん、で、まあね、こういろいろこうやってみた中で、うん、一番安定するパーティーっていうのがね、うん、あります。一番早いです。で、そのパーティーが平均タイムがね、だいたいね、2分30秒、はい、だからバンテ1体、他の3体っていうキャラクターよりも断然早い、うんうん、これが一番安定する。しかもそのパーティー編成がクチャ、はいはいはい、構成がですね、バンテ、バンテ、うん、トゥーフォール、トゥーフォールはあの長方形型の、うん、遊撃の得意、うんうん、この長方形、
ね、ついてるついてないちょっと変わってきちゃうかもしれん、うんうん、で、エクスカリバーの進化、うん、エクスカリバーの進化で、このエクスカリバーの進化なんやけど、うん、あのね、遊撃の特 L がいい、うんうん、っていうのも、これあの過激と遊撃どっちがいいですかって多分聞かれるかもしれないけど、うん、今回に至ってはあの遊撃、友情で潰していくって感じになるから、うん、あのね、過激の場合ね、ちょっとね、ゾンビ残るんよ。それちょっと困るね、うん、だから、遊撃をエクスカリバーが遊撃積んでると、うん、2フォーオールの友情とエクスカリバーの一体の友情でゾンビがねほぼ倒せる、うん、だから遊撃ついとった方が絶対いいと思う、うんうん、楽、うん、安定する、うん、もしくはあの遊撃つけるやんっていう人平面、まあでも遊撃つけといてもいいと思うけど平面つけるぐらいやったら間違いない、まあ、たまたま平面つけついてる人はちょっと残るぐらいから平面で多分削り切れると思う、うん、これはちょっと試してない俺、うんうん、あとね、まあそんな感じでやってもらえれば、うんうん、この2分30秒っていうタイムはおそらく、まあ、誰でも出せるんじゃないかなと思います。大体もうこの編成が一番早い、うんうん、あの2フォ3体とか、うん、X3 体とかよりも、うん、もう安定するとにかく、うんうん、まあ、理由としては2フォオールに関してはやっぱ周りに当ててかなあかんけど、うん、そうだね、あんまり友情は強いんやけどやっぱ安定はせんやね、反射やから、うんうん、で、エクスカリバー2体やったら、うん、やっぱブロックもね、そう貫通やからとにかく当てやすいし、うんうん、で、まあ、ゾンビの処理もしやすいので、うん、まあ、これがね、多分、うん、俺の中で一番安定したかな、うん、はい、今回ね、ホドの方が2フォーオールしか使えないという形なので、うん、まあちょっとね、2フォー持ってない方、うんうん、とかね、まあ、参考タイムでクリアタイム、ちょっと参考にしていただいて、最初の方にね、話した、うんうん、クリアタイムの方を参考にしてもらって、うん、まあ、トゥーフォー持ってない人はエクスカリバーのね、進化3とかね、そこに行って神回入れてもいいし、うんうん、まあ、ちょっとね、遅くはなると思うけど、うん、言うてはね、うん、むちゃくちゃは変わらんから、まあ、そんなんで、ね、まあ、全然取れる、うん、うん、まあ、3分ちょいぐらいでは回れるはず、うんうん、だから、うん、まあ、むっちゃもうとにかくバンバン周回した人は、うん、最後に言った、うん、バンテッドフォール XX で行った X カリバーね、2体で行った方がいいけど、うん、とにかく自分の持ちキャラでこう一緒にやる人がさ、うん、持ってない持ってるとかもあるわけやん、ね、うん、だからね、まあ、結構ね、もう俺もう一つちょっと名言言わせてもらっていいかな、はい、モンストはね、うん、何を持ってる、あ、違う、もう一回、ね、もう一回やらして、大事なとこで何で噛むの？もう一回やらして、もう一回やらして、モンストはね、キャラでやるんじゃない、人でやるの。言ってる意味分からんね、うん、あのね、まあどんないいキャラ持ってる人でもさ、うん、嫌なやつだったらさ嫌な気分になるやん、なるね、うん、それよりもさ、うん、仲のいいやつだとさ、うん、楽しくワイワイやるのが一番のモンストの楽しみ方よねって思うから、うん、なるほどね、うん、だからね、みんなで持ってるキャラ相談して、うん、やるのが一番ベストやと思います、はい、そういうことね、はい、それが言いたくて、こういろんな編成を紹介してるわけだから、うん、だからね、みんなで持ってるキャラクターで楽しく紹介して、うん、でその後はね、まあ、みんなで神殿回ればね、うん、いいじゃんいいじゃん、うん、はい、ということでね、まあ、今回ね、こんな感じで、2作の方はしたんですが、もう1体ね、残ってるんです。ゲブラーが今日の夜降臨ということで、うん、今現在ね、試せてません。この動画上がってる時点でまだ試せてないので、うん、まあ、ゲブラーの方もちょっとね、メタル集会の方できるようやったら、またこういった形で動画上げたいと思いますので、うん、ちょっとね、お待ちください。まあ、いろんな編成でやってみたいと思います。あとですね、ちょっと一つだけ、いつもね、お手伝いしてくださってる視聴者の方、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。おかげでこういう動画撮れてます。ありがとうございます。はい。はい、ということでね、今回はこれにて終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。メダル美味しい。美味しい。